例えば、こういうものが買いたくて頑張ってきたとか、そういうのはないんですか？買いたいものってあります？まあ、あります。私は今、このマンション、まだ全部ローンが残ってるので、それを全部支払いたいとか、海外に行きたいなとか、別荘が欲しいなとかね、あるはありますよ。マンションって買っても価格下がるじゃないですか。だから、そういうふうに考えたことない。だけどさ、買ったからひろゆきさん、私はこのキッチンをリノベーションして、今この、YouTube のバッグにまでできる。多分、借りてるキッチンでも棚作るぐらいはできますよ。そうなんですけど、自分の好きなようにほら、できるから。だってキッチン好きなようにするためのそのと、そのマンションを買うっていう額の差が激しくないですか？まあまあまあ、もちろんキッチンを好きなようにするってだけじゃないんだけど、やっぱりなんか、あ、自分の家なんだなって思うし、僕賃貸でも自分の家だと思うので。でもさ、ほら、壁に穴開けたりできるですよ。何のために穴開けるんですか、壁に？重い絵を飾るため。あ、絵を飾りたいんだ。絵を飾りたくないんですか？なんで額縁重いのを飾るんですか？だってただの紙じゃないですか。嘘じゃん、本当に？だって軽い額縁にして、ゴムみたいなペタってくっつくやつって貼り付ければ終わりです。やっぱり額縁って大事じゃないですか。あ、そうなんだ。額縁大事なんです、私にとっては。へえ。まあでもそれでも穴開けちゃって、なんか退去の時に穴開いてるから修繕費ですって言って、なんかプラス20万とか言って、はいはいって払えば終わるじゃないですか。まあね。でもじゃあひろゆきさんちどうなってるんですか？絵とかないんですか？なんか借りた時についてる絵がそのまま飾ってあります。借りた時についてる絵？あ、なんかそのフランスで住んでる時になんかじゃあここって言ったらなんかそのままなんか絵とかいろいろ家具付き借りたんですよ。はい。なんでそのままあって、ふう、絵だ。じゃあこういう絵が飾りたいなとかもない？一切ないですね。じゃあこういうテーブルが欲しいなは？僕はないですね。彼女は買いました。でしょ？そうですよね。それはいいんですよね。彼女が買いたいなら好きにすればですけど、でも賃貸でもテーブルは買えますよ。そうだけどさ、うん、やっぱり私でもそうだけど、やっぱりでも買ってよかったなって思いますよ。あ、だからその大金で買ったものは自分は正しい行為をしたんだって思いたい気持ちは人は持ってしまうんですよ、心理学上。なんかうわ失敗したって思いたくないっていう生き物なんで。だからマンション買った人ってみんなそれ言うんですよ。だからなんか、あ、買った人の話聞いて、ああ得したんだっていうふうにみんな誤解するんですけど、大体買わなくてもなんとかなる気がするんですよね。で、例えば隣にすげえ頭のおかしい人住んでたら超めんどくさくないですか、引っ越すのとか。あ、それはね、でもこのマンションは私はお友達が住んでいて、うん、買いたいなと思っていたので。あ、じゃあもともと結構好きなんですね。 そうです、このマンションが好きだっていうことで、そう、お友達も住んでたっていう感じでね、あれしてるんですけどね。僕が買おうとしたらもう不動産価値が上がるかどうかですね。でもさ、ひろゆきさん、なんか、はい、お年を重ねると賃貸借りられないみたいな、そういうふうに聞くじゃないですか。まあ言われます。だから買っといた方がいいんじゃないかって私は思ったんですけど。その時買えばいいんじゃないですか。その時買えないんじゃないですか。要は60歳とかで借りづらくなった時のためにマンションを買わないでお金を残しておくんだと思うんですよ。例えば今、青木さんって家族とお住まいになられてると思うんですけど、はい、そうするとその子供の部屋とかもある家を買わなきゃいけないじゃないですか。そうですね。でもじゃあ20年後とかにそのお子さんがもう独立されて自分一人でいいんだったら、もっと手狭なマンションを買った方が安いじゃないですか。あ、でもね、それも考えて、ひろゆきさん、そこは私すごい、ここは、1LDK にしたんですね。で、今映ってるとこ、キッチンも映ってますけれども、ここはリビングで、で、ベッドもついてるんですよ。このワンルームになってて。ここは私の部屋で、もう一つ、5畳ぐらいの娘の部屋があって、で、今娘はそっちにいるんですけれども、だからそんなに広くないんですよ、この家っていうのは。だから娘が出て行っても、いいなっていうことまで見越して。どうするんですか、なんかめっちゃイケメンと結婚したら。まあ、そのなんかすげえなんかイケメンでかっこいい人と結婚したいですってなったら、なんか、じゃあ3人ですもんねって言って引っ越すことになりません？その場合にこのマンションはどうするのってことですか？そんな、でもそれってすごい幸せな悩みだからいいかなとか思っちゃうけどな。
あ、そう、幸せの中で、ああ、大変だ、大変だって言ってるんだったら、まあ、それもありかな。そうですね。そうです。はいはいはい。あ、それはわかりました。そんな感じ。確かに。それはわかる。よかったです。チャンネル登録よろしくお願いします。